皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4第一次世界大戦モッド日本軍プレイの次をやっていきましょう。で前回最後ソ連との戦いのね真っ只中で、お届け、終了してしまいましたので今回その続きになります。で前回をね、踏襲する形でソ連との戦いを進めていきましょう。早速じゃあ時間を進めていきます。で一部の軍、具体的にはですね第6軍第7軍、第8軍に関しては、中国大陸の方に戻してですね、レジスタンス対策に当てています。まあ、これで、レジスタンスを潰してもらって、工場破壊とかね、そういったところを、まあ、防いでいきましょうよというところですね。あと、指揮力が余っているので、指揮力を使ってですね、各将軍、指揮官に特殊能力をつけていきます。これは余らせておくと、まあ、実にもったいないので、使っていきましょうというところですね。優先してつけたいのは、兵団の魔術師。まあ、これそのままですね、補給が改善されるというところと、あとは歩兵の名手。それに、カリスマ。このあたりはね、優先してつけていきたいなというところですね。で、研究枠と国家保守に関してはですね、もうどうしてもこれが欲しいよっていうのはないので、現状。まあ、必要なものというよりかは、まあ、テクノロジーアップデートという意味で、新しいものをどんどん研究として、投入をしていきますというところになります。で、陸軍の強化するところもですね、それに合わせて、増強増員をしていきましょう。であと、もう一つお話しておくとですね、政治力がだいぶ余ってきているので、政治力は使っていきましょう。まあ、簡単に言うとですね、関係改善、強国に対してやっていきましょうという感じですね。イギリス、フランス、アメリカ、これらに対しては、関係改善を行っておいてですね、関係を良好なものに保っておこうというところです。今、その作業をしています。まあ、来たるべき次の対戦を睨んでですね、国力をつけておきたいという狙いなんで、まあ、そのために惜しみなく戦力を、ね、使っていきましょう。でどうしても今ね、レジスタンスが暗躍していて工場が破壊されていて、まあ、実に効率が悪い生産状況がで、これをやっぱり改善していかないと、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカといった、まあ本当に強国中の強国、列強中の列強、これらの国と渡り合うにはね、難しいので、そこはね、しっかりと、プレイフィール確かめながらやっていきましょう。そしたらちょっと空いちゃってるところがあるね。22師団。ちょっともったいないな。この22師団を、もったいないので、ちょっと動かしたいけれども、ちょっとこのままかな。まあ、一旦全部占領しちゃいましょう。第1軍ですね。24師団です。ごめんなさい。で、次のここだよね。ここを一度線を引き直しましょうか。ちょっと穴が開いちゃってるので、穴が開いてるとそこから、ソ連軍が、ずかずかと、入ってくる可能性があるので、まあ、それを防ぎましょう。こんな感じかな。これで線を引きます。これで穴は全部塞いだかな。で、極東に関しては前回プレイした通りですね。もう完全に日本の領土と化しています。この辺にちょこちょこ穴が開いちゃってるのをどう潰していくかだな。まあ彼らがもう動く余力はないと思うんですけど、まあ、邪魔くさいは邪魔くさいので、一個ずつ確実に、目を潰していきましょう。で、ソ連軍屈服させた後はですね、ロシア、まあソ連か、に一部領土を返して、ドイツとの干渉地域を設けておきたいなと思ってます。で、ちょっとなんでそんなことするかというとですね、まあ今、協商国と中央同盟国、まあフランス、イギリスと、まあドイツが戦争してるんですけど、我々日本はですね、協商国側に立っているものの、一番下ですね、ここ。
陣営には未加入になっているんですよ。なので、もしこの先ですね、協商国とドイツが、講和結んだ場合ですね、日本だけ取り残されてしまうと。日本単体でドイツと戦わなきゃいけない。これはかなり厳しいので、そうならないように、ドイツとの国境の間にですね、まあ、ソ連を、傀儡国でも何でもなく、普通に独立国として残すと。これによって、まあ、ドイツがね、直接日本に攻撃を仕掛けられない状態を作り出そうじゃないか、というふうに考えています。これがうまくはまってくれればね、戦争をしない状態で、国力をつけることができるという状態になりますね。さあ、では、ソ連との講和。といってもね、我々がほぼほぼ国をかすめ取るんですが、やっていきましょう。さあ、すべての州割譲すると、さっき言った戦略がおぼつかなくなるので、変えていきます。まずは、ドイツ側の、中央同盟国に入っている、バルト連合国。もちろんドイツとの国境は塞ぎましょう。で、オスマンも危ないので、オスマンも返す。となると、このあたり全部返してあげる？うわぁ、ここのでも、うわぁ、ここは欲しいわ。ここは欲しい。ここの、まぁちょっと、こすい話ですけど、ここ。クランスドナール、違うね。クラスノダールに関して言うと、石油48取れるんで、ここは、あげたくない。いや、ここもあげたくない。いや、でもここを残しとくと結局ドイツが侵入してくるからな。いや、欲を書くのはやめましょう。ペルシアはどっちについてるんだろう。気になるな。ペルシアもきっと、敵国だよね。まあ、このあたりは守りますか？自分の力で。じゃあこんなところでいいかな。さあこれでドイツという国との間に、まあ、一部で、干渉地域を設けました。陣営マップ見ます。ペルシアはペルシアで独立してるね。だったら大丈夫かな。で、一応ここが危ないのでフィンランドとの国境付近っていうのは海伝いに、強襲上陸をかけてくる恐れがあるといえばあるので。ここにはですね、軍を駐留させて、駐屯ですね、させて、強襲上陸を受けないように、ちょっとね、コントロール、聞かせていきましょうか。まずは、精鋭中の精鋭。彼らを、フィンランドとの国境に置いておく必要はないので、まあ、この辺りかなぁ。いや、意外と必要だね、師団の数。ちょっと待ってね。勝利点防衛とか必要ないので、海岸基地。海岸。そうなんだよね。海岸線防衛なんだよね、基本は。これでいいかな。これで海岸線をしっかり防衛してもらって、まあ、ドイツ軍の侵入を防ぎましょうね、という感じですかね。じゃあ、第一軍をこの、国境防衛の任に当てていきましょう。今、ちょっとね、その作業をしてもらいます。さあ、こんなところかな。じゃあこれで、時間を進めていきます。で、一部の軍を除いて、各軍は一度撤兵しましょう。モスクワとかね、この辺りだったらそれなりに、おそらく補給状況はいいと思うので、こういった地域へと軍を戻していきます。まあ、ソビエトといきなり戦争にね、再びなるということはないと思うので、これで、我が国日本の安全が一旦担保された形かな。海軍の展開状況も確認しておきます。海軍の展開状況。
海軍はですね、一度このバレンツ海に派遣しておきましょう。バレンツ海、完全に、安心できる状態を作る。カスピ海はいいかな。カスピ海経由で敵が攻めてくることってあるのかな。ないよね。大丈夫だね。ペルシアも大丈夫。中央同盟国が危ないって、ペルシア、まあでもちょっとペルシア怖いよな。ペルシアとの国境には軍を派遣しておきましょう。第5軍を出します。アフガンは大丈夫かね。じゃあここで本当に時間を進めていきましょう。しっかりとね、この間に研究を進めて、我が国の国力を比類なきものへと高めていきます。次の戦争がいつ起きるかっていうのもね、ちょっとしっかり見極めておかないと本当に痛い目を見る可能性があるんで、そこまでの間に力を、国力を高めておきます。で、ゴムは余ってるけど、まあ、今後ゴムは必要になってくるよね、きっとね。鉄が思いのほか足りないんだな。ぐはタングステンはもういらない。で、鉄もそうだよね。むちゃくちゃ鉄獲得したもんね。これで大丈夫かな。であとは建設機方に、建設をね、突っ込んでいくという感じかな。いやいや、だいぶ充実してきましたね、我が軍。で、あと生産のライン見ておきましょう。工場がそれでもやっぱりまだ足りない。うん。ちょっと足りてないのであれば、調整をしていきましょう。このまま行くと全然足りていないのか、重戦車の製造、あとは飛行機関連に全然工場が回ってないね。となれば、砲兵にここまではいらんでしょうと。これで、あとは、レジスタンスを潰せば終わりかな。じゃあちょっとレジスタンス対策に本腰入れていきましょうか。おっと、その前に、ここに来て、再び、指揮力が余っている。政治力も余っている。まあ、そういう状況なので、一旦時間止めてですね、指揮力とか使っていっちゃいましょう。研究枠もこの間に埋めていきます。さあ、ではここから時間を、ずらずらっとこのまま継続して進めていっちゃいますね。はい。ついにイギリス、フランスとドイツが講和しました。ここすごく重要なポイントになるので、一旦時間を止めて確認していきます。まあ、基本的に全部白紙講和してますね。ドイツと各国が。で、これによって、まあ、中央同盟国側の国々が領土を返還されている可能性が高いので、国境の確認をします。行商国側で中央同盟国。中央同盟国に入っているのがここまで入ってるね。うん、やっぱりここ返しといて正解だったな。これで中央同盟国と我々が国境を接しているところはない認識で大丈夫ですかね。ちょっと怖いのでもう一度確認します。いや、中央同盟国ここ持ってるね。ただ、ここに関して言うとどうだ？我々の方に直接強襲上陸をかけて来れる場所はない。いや、ここ中央、うわぁ、出たー。中央同盟国になってるじゃん。ま、戦争自体が終わったな、完全に。そういうことだよね。中央同盟国に一部の国を返した形になって戦争が終わったね。我々日本も戦争から離脱したという状態だ。
これでも完全に戦争終わったんだな。中華民国が国を持った形だもんね。うん。まあ、結果的には良しとしましょうか。そしたら中華民国とかこの辺りの国境に軍をしっかり派遣して、牽制しましょう。もちろんね。では、軍の展開をしておきます。戦争が終わってくれたのはウェルカムですけど、まあ、各国が日本との不可侵条約を一気に破棄してくれるあたり、なんか微妙な感じだよな。ね。ちょっと、おいおいって思っちゃいますけど。そしたらですね、この後は今歩兵中心で軍の編成していたんですけども、これ、改めていきましょう。まあ、歩兵中心というよりかは今後はね、しっかりと近代化していきます。軍の編成を。で、レジは?レジスタンスはどこにいる?こことかにいるっちゃいるんだな。ただ、だいぶレジスタンスの数も減ってきたよね。これは歓迎すべきほど。おー、ついに海兵隊が。初の海兵隊ですね。これはもう海兵隊です。で、海兵隊の編成とかちょっとご覧いただこうかなと思うんですが、海兵隊の編成は、こんな感じになってます。まあ、海兵隊10師団ですね。で、義勇軍の派兵、いや、俺誰とも戦争してないつもりなんだけど、誰かと戦争してんの今。出たよ、中央同盟国と戦争中じゃないか、日本軍が。これなんだよね、嫌なのが。ちょっと待ってね。そしたら、一掃していかなきゃいけないので、一掃していきましょう。中華民国を、再び、叩き潰さなきゃいけなくなった。やってくれるぜ。じゃあ、線を引っ張っていきます。これがね、本当にやってくれるよねっていう感じなんですよね。まあ、中国軍自体は、まあ、差したる力はないと思うんですけど、強小国、中央同盟軍が、これに乗じて一気にね、上陸かけてくる可能性もゼロではないので、モンゴルって今どっちついてる?そこも確認、要確認だな。わ、遠いなぁ。みんな遠いとこにいるわ。ほんと遠いとこにいる。南京はじめ、すべてを、中国を、今こそ我が手に。ここってだってイギリスに取られてたところですからね。ここの権益もすべて、この日本が、かっぱらおう。まあそう考えればプラスの要因ではありますよね。モンゴルは、どっち陣営か確認します。どこにも入ってない。コンテミルだね。そうなると、この戦争には参加してこないので、ほっといてもいいね。はい。ではちょっと微妙なタイミングなんですけども、一旦、まあ、いわゆる第一次世界大戦の本戦が終了したと思うので、ここからはね、我が国日本が中国大陸で、敵軍をね、駆逐していきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきます。
はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。